はい、フロムトでーす。今回あれですね、歯医者さんの話。歯医者さんってジレンマをすげー抱えてるよなっていう話なんですよ。歯医者さんの治療ですね、治療をなるべく長引かせようとするっていう性質が結構僕気になってましてですね、実際にですね、もう実名告発しちゃいますけど、世田谷区のあれ普通に忘れましたね、なんだっけな、あの歯医者さん、もう思いっきり忘れましたけど、上馬交差点のあのすぐそば、大関側にある歯医者さんに僕もともと通ってたんですよ。そこがねもうひどくて、僕もともとあれだったんですよ、前歯がちょっと着色してて、で人前結構大勢の人が来るステージに立つイベント直前だったんで、前歯の着色気になるなと思って、人前に出る前に落としてもらおうと思って相談しに行ったんですよね。ちょっと着色気になるんで取ってくださいっつって、じゃなんかおばちゃんジョイみたいな人が見てくれて、で1日で落としてくれたんですよね。でもその後に、いや奥歯のなんとかもこうこうこうで、これ今直しといた方がいいですよ、あとどこどこのなんとかもこうで、これも直しとかなきゃダメですねとか、あとどこどこのなんとかが足りないんでなんとかこうしときましょうとか、なんかめちゃくちゃ直すとこ言われて5個ぐらい出てきたんですよ。だから1個ずつ直していくから全5回あと5回通ってくださいって言われて、なんだこいつと思って、うるせえなと思って、まあはーいって言って、一応次回の予約入れたけど行かなかったんですよね。まあ消費者保護の観点から言ってそれ別に悪くないと思うんですよね、僕は。だからまあ本当はね、人間としてあれかもしれないですけどね、いい予約入れてブッチしたんですね。そしたらですね、まあ、また半年ぐらいするとですね、前歯着色してくるわけですよ。僕コーヒーをめちゃくちゃ飲むんでめっちゃ前歯着色するんですけど、でこの間そこ行ってうざかったからちょっと別のとこ行こうっつって、これも名前忘れちゃいましたね、駒沢大学駅の近く、一番近いぐらいの歯医者さん行ったんですよ、昔からあるところ。で前歯の着色ちょっと落としてもらっていいですかって言ったんです、ね、したらもう前指摘された5箇所がそのままあるわけですから、その歯医者でももしかしたら言われるかもしれねえなって思いながら行ったんですね。そしたらもうその先生、はいっつって光の速さで前歯の着色落としてくれたんで5分ぐらいで、それだけやって、その後に歯医者お疲れ様でしたみたいな、また何かあったら来てくださいって言って送り出してくれたんです、ね、で僕前5箇所直さなきゃいけないとこあったよなと思って聞いてみたんですよ。奥歯のなんとかが悪いって言われたんですけどって言ったら、その先生は、まあ確かに言われてみるとそうだったけど、もう全然気にしなくてもいいよって言われてですね、なんていい先生なんだろうって思ったの。これ結構仕方のないことと言いますか、今歯医者さんってコンビニよりいっぱいあるらしいんですよ。日本にある歯医者の数の方がコンビニの数より多いらしくてですね、どこも経営が苦しいらしいんですよね。ってなると当然こう患者さんを増やすか、患者あたりの単価を増やして売り上げを増やさなきゃいけないってことになりますよね。だから当然歯医者さんは客単価、患者単価を上げるために、まあ、正直大して直さなくてもいいものを今やらないとダメですよっつって通わせて単価を上げようとする。これはね非常に構造的な問題ですね。そういうインセンティブ、利益に向かっていくとそうなるような設計になってるから全部の歯医者さんはそうするわけですよね。これ多分ね、日本全国で頻繁に起こっている現象で、必要のない治療をやらされて患者は悲しい、歯医者もそんなことをやってるから労働意欲も減るっていうね、すごい悪循環が発生してると思うんですよね。のでね、この歯医者のジレンマは解決してほしいですね、行政とかが。まあどうするのかって話なんですけど、あれしたいんじゃないですかね、普通に歯医者さんの数減らして、まあだから受け入れをめっちゃ減らして、あの歯学部とかのね、学生歯医者志望の学生の数をめっちゃ減らして、同時進行で今いる歯医者さんどうするかっつったら、予防医療というかの仕事をめっちゃ増やしたらいいんじゃないですかね。だから今人間ドックみたいな感じで会社員って2年に1回とかやるじゃないですか。あれと同じ感じで半年に1回ぐらい全会社員が歯の定期検診受けなきゃいけないっ
ていうふうにして雇用をどうにか維持するっていうのが一番現実的じゃないかなと思います。もういずれにせよそのやらなくていい治療を一生懸命歯医者がやろうとしている状態ってね、労働としてあまりにもひどい状態なんで、ここは改善してほしいですね。はい、ということで歯医者のジレンマの話でしたね。あの全部思いつきで喋ってるんで、このキレが悪いとかね、あの考えながら喋ってるよねっていう批判はあの受け入れておりませんので、ご了承ください。何かいいアイデア他にもあるよっていう方がいたら、気軽にコメントください。以上です。